気象キャスターネットワークの依田司です。ここ20年、私が気象キャスターをやっていて感じるのは、ニュースで扱う異常気象や地球温暖化が増えてきたということです。そこで地球温暖化防止コミュニケーターとして、私も皆さんに今地球で何が起きているのかを伝えていきたいと思っています。まずは、テレビのニュースや天気予報で地球で何が起きているのかを知ってください。そして、危機意識を持ってほしいと思います。さらに一番大切なのは、それを行動に移すことです。一人一人の行動は小さなことかもしれませんが、それが大きくなりますと、地球温暖化を食い止めることができると思っています。ぜひ皆さんで行動しましょう。クールチョイス。